これやります。ゲームボーイはソーラーストライカー。はい、これもいつもよくやりますけどね。ちょっと大きいかな。はい、ちょっと皆さんはね、シルエットだけでお楽しみください。非常に画質悪いので、このデジカメ、はい、デジカメなのに画質悪いってどういうことよって感じするけどね。画素数が悪いんでしょうね、このデジカメは。タブレットの方が画素数いいね、いいんですね。タブレットの方がね、画素数のね、綺麗にこう調整できたりしたできたんですよね。これできないんですよ。あ、しまった。しかもね、ニコニコ動画ってね、3GB までしか動画投稿できないんで、3GB って言ったら、デジカメで撮ったら超短い動画しか撮れなくなるんでね、15分未満の。長時間の動画になってくると圧縮しなきゃいけなくなるんですよね。画質落とさなきゃいけなくなるんで、それもあってね、余計画質悪くなるんでね、皆さんにとっちゃね。見る側にとっちゃね。だからニコニコ動画はね、 3GB ってほんとね、知れてるんですよ。 3GB だって長時間の動画って、だから圧縮して画質落とさないと投稿できないんですよね。15分未満の動画じゃないと、デジカメで撮ったものに関しては、あの3ギガだったらね、15分未満の動画しか投稿できなくなるんでね。だから長時間、それより長時間になれば圧縮しなきゃいけなくなってくるんです。だから一番最初にない、あのテレビのカラー画面入れてるのは、あれ、あの動画を圧縮するためのね、あの工夫なんです、僕なりの。はい、あれを入れると、あの、あ、しまった、あの動画圧縮できるんですよ、容量をね。はい、あれ、なんでテレビのカラー画面入れてるのかなって思った人いるかと思うんですけど、あれ工夫なんです、僕なりの。あの動画圧縮するための工夫なんですよ。皆さんどうやってやってるんでしょうね、他のニコニコ動画の配信者の皆さんはね。 3GB しかできないのに、それよりね、あの長い時間の動画投稿してる人って、画質いい人いっぱいいますけど、どうやってんでしょうね、あれね。ほんと、それなりの技術はみんな持ってんでしょうね、他の方は。僕はあんまり技術ないから、知識もあんまりないし、まあ機械音痴なんで限界があるんですよね。だから僕なりの工夫でやってるだけなんですよ。はい、一面クリアですね。これ任天堂唯一の 2D シューティングゲームですからね。任天堂って意外とシューティングあんまり出してなくてですね、スターフォックスかパイロットウィングスぐらいしかないじゃないですか、任天堂ってシューティングゲームはね。あと 2D のシューティング、これしかないんですよ。任天堂ってなんでシューティング出さないんでしょうね。 2D シューティングあんまり出さないですよね、任天堂って。これしかないですから。で、あと何やったっけ、ゲームボーイの X2 っていうシューティングゲームもあるんですけど、任天堂のやつ。あれもなんか 3D シューティングっぽいしね。こういう感じじゃないんですよ。これが一番好きなんですけどね、あの、ゲームボーイのシューティングゲームではね。まあまあ、ネメシスとか入れればネメシスの方が好きですけどね。あの縦スクロールシューティングでこれが一番好きです、ゲームボーイは。超シンプルで、なんとなくやっぱハレーウォーズにも似てますよね。音楽も好きですし、これ僕ね、あの昔クリアしたことありますから、このゲーム。動画では一回もクリアしてないですけどね、あの中学生ぐらいの時とか高校生ぐらいの時かな、クリアしてるんで。最近はクリアできないですけど、
はい、2面クリアですね。3面これ近づけても綺麗に映らないもんな。どうしようもないな。これあと1個このパワーアップ取れば貫通弾になるんで怖っ。あー死んだ。取った瞬間死んでるやん。あとこれ最後の残機ですね。今死んだからもう一回取らないと貫通弾にならないですよ。このゲームなぜかね、パワーアップするのには2つ取らなきゃ1段階上のパワーアップにならないっていうなんか謎のシステムがあるんです。1段階パワーアップするのに2つねアイテム取らなきゃいけないっていうことですね。よし、これで半貫通弾ですね。これずっと押しっぱでいける。あーしまった。取った瞬間死んでるやん。ゲームオーバーですね。あれ貫通弾なんで押しっぱでね攻撃できるようになるんで非常にね楽になるんですよね。その前にやられちゃったりますけどね。はいはい。